喋るんですか。あ、じゃあ次の試合見ていきましょう。ここで出てくる、またしても千葉勢の一角、宮城に対するは立川の動画アップ担当、いつもありがとうございます、森レリウス。さあ開幕触ったのは森レリウスだが、あれなんか体力5分ぐらいだ。あ、これうめえと思いきや、ここは立ち上げつながるぜ。さあ森さん、最近は荒くねばっかり使っている印象を受けますが、今日はレリウスで動けてる。ルギア、ルギアと下から入ってやらせ、カーチャンブリオから体育ドローとしたが、ここはカウンターされたり、切り返してバルラント、しかし非連装で切り返してミーヤジン、おまだ松戸、しかしここはバースミドバ狙いだったのかな、ちょっと予想だにしないという感じで出てしまったような感じですが、宮城の攻め、ここはクラッシュがしっかりとバリを張って、おロイヤーでとりあえずバーストを使わせることに成功、これで状況は5分といったところ、いや5分どころか、オーディ発動は4分の1残るので、モリレリウスの方は優勢と言っていいんじゃないか。わあ、雪風当たんねえ、すげえ狙っていたのが天才、天才からの6シードロイガーハース。ここはモリレリウスがまず1本取って第2ラウンド、今日は俺ももう一通り千葉勢の方、まだ秋月さんとは対戦しないか、宮さんとかとは一通り対戦させていただきましたけど、やっぱり強いですね皆さん。俺は大会、猿立川ゲームオスロー1号店のブルーレボ決勝大会で宮さんと戦ったんですが、まあ過去の栄光にすがるしかない俺に比べて、現在進行形でもりもり強くなっている宮さんと、この差は一体満身環境の違いというやつですかね。さあここは母ちゃんと親父で崩して、レリウスのターン、バールトゥース、スカシゲダンはしっかり見ている、ルギア、ラピキャンから攻めけ、これ母ちゃんをしまいつつという意味合いも込めているのでしょうか。母ちゃんが回復して、母ちゃんぶりよ。さあモリレリウス、マジでこれは荒くねしか使ってなかった人間とは思えねえ、どっかでこそれんしてたのかこの男、いやしかし最近は風邪をひいていたはず、一体これは、うっ強えんだけど。さあモリレルスの勝利です、おめでとうございます。さあ次の試合見ていきましょう。アカシアゾエルに対するはクレスツバキ、クレスツバキです、クレスツバキですが、本物かどうかはうんお察しという感じ。カズアットドゥンガ、ドゥンガってやばいっすよね、多分もうサッカーやってる最近の子でもドゥンガ分かんないんじゃないですかね、俺でもギリギリ名前知ってるぐらいなんで、まあ多分往年の名プレイヤーなんで、調べればいくらでも動画とか出てくると思うんですが、まあ名前のことはさて大きい、アズラエル椿という組み合わせとなっております。またまた余談なんですが、最初にこのクレスさんの方を見たときに、セリザーさんがクレス痩せたなっていうすげえ失礼な発言をしたんで、超個人的にすっげえ面白かったんですよ。でその後にでもクレスはいい太り方してるよねって、フォローなのかけなしなのか分かんない言葉も飛び出したんで、セリザーさんは実は真っ黒なんじゃないかっていう疑惑が俺の中で立ち上っておりますが、ここは試合に戻りまして、アズラエル側がバースト使わされているが、体力的には5分といったところ。さあスーパー強化タックル、スーパー強化タックルといえば椿のオーディコンがなんか開発が進んで大変なことになったと、鍵を握るのはスーパー強化タックル。さあできればこの立川乱馬と、今日はひまわり椿という謎の椿使いとクレス椿という謎の椿使い2人いますので、どちらかの試合でぜひ見せていただきたいところではあるんですが、ここは 3C をぶっ込んで、ここで集めるかは2回目とバスト、やっぱり体力1万2000は伊達じゃないですね、2回バストを打てるってやっぱりいいことだな、うおーうめえ。さあ本家もびっくりの2周タイグ、クレス椿がまず1本、再戦開幕、細かいダメージを取っているクレス、しかし赤シャーザイル、ここでのっそのっそ歩いていく、アズラエルの歩きすげえプレッシャーありますね、強そう。
スルージレクトの空投げが刺さってグスタフバースター、行くぞ行くぞからグスタフバースター、行くぞ行くぞ、さあいつからこのゲーム聖域マスバスケットゲームになったんでしょうか。裏回り裏回りとグスタフ、行くぞ行くぞ、北斗無双リュームを繰り返す明石アザヤに対して冷静に立ち回るクレスマギ。さあしかしあの病人とは打って変わって非常に力強いのがこのキャラクター、アズラエル、タイガーコブラ、レオパルド、本物の時こんなことしねえよ。 2C で 2C で繋がんのか、へえ。グサフじゃねえ、 2C で畳返し連発からのスバキオカタックルにクソが、さあファイナルラウンド、体力じゃねえや、バーストツバキユリといったところでスタートしましたが、開幕ツバキがガラシへ追い込んで、これは中段から投げてカキドン、奇跡戦いつも3段決めてチャージゲージを貯めていく、立ち見奇跡戦からの行くぞ行くぞから6試合打っていく、クラストリガーはちょっと距離が遠いか、昇竜拳打っていく、これは本家もゆっくりカウンターサルトで切り返していく、グスタフ、さあしそこがフェイタルすんのかい、コンボをミスってしまってまだ分からないがエリアル決めて、まだ残る、残んねえのか、残らない、椿が勝ってクレスさんが2回戦進出。続いてはウンデルテイガー VS 潜水プラチナになります。俺この組み合わせ全然わかんないんですけど、ちょっといきなり実況任されてひよってます。まずプラチナが猫を引いてバンバン殴ってく、テイガージージーしてガード固めてく、プラチナ端コン決めて、これ何ですか、プラチナ端に持ってって置き詰めどうすんの、ジャンヌでぴょんぴょん殴ってく、あ一方的にプラチナ攻めてますが、ウンデルテイガーどうするんでしょうかね、これプラチナ側、あ違うテイガー側何やりゃいいんですか、まあ気力をつけてから、ああやめ、喋ることないんですけどこれどうしましょう、好きな食べ物、好きな食べ物はビーフシチューですね、ビーフシチューですまずは潜水プラチナが1本取って、面白いからこの試合頑張って、なんで竹山さんいんのに実況しないんですか、はい、プラチナが先にダメージ取ってシューティングから画面端持ってってダメージ取ってく、テイガー側がきつそうですね、おっと、え、これえ、だって何に喋ればいいんですかこれ、喋る、ジージーしてます、ジージーしてます、川田君彼女いません、はい川田君ありがとう、ごめんね無茶振りしちゃってじゃあ TN、 さあ本日1回戦最後の試合となりました、 TN 白面 VS ビビマウス白面、白面同期の戦ですね。
さあ TN 博明、今日今はダーノーカードですが本当は16段ぐらいありますね。 TN TN なんだ、ティンティン、おティンおティンか、一体何者なんでしょうね。さあ隣では初めての実況で憔悴しきった川田君がおりますが、まあちょっとね、俺も残り1年ぐらいでまあ順調にいけば社会に出てしまうので、まあ、第2第3の実況を生み出していかないといけないんですが、今日はあいにくヒカルさんもサトルもいねえということで、とりあえず仲のいい川田君に無茶ぶりをしたんですが、まあこれからもたまに頼むことがあると思うんで頑張ってくださいとか言ってたら、とか言ってたら TN 白麺がまずは1本取っている。 OD ゲージがなくなってるっていうか、つまりそういうことなんでしょうね、発動したんでしょう。まあ、白麺のロマンあふれる OD コンですが、ここは派生炎魔指導フェイタルはしていないのでそんなに減らないか。6、さあ白麺同キャラ戦は非常に見応えがある。あ、死んだっていうのがあるんでね、互いに持っているんで自分のキャラのことなんで文句は絶対言えませんと。いいですねこういうの。持続が長い、すごい、うめえうめえけどなんか安い。クッションが絡めて妊娠エリアル、おーおー発動やってしもうた、シップ減りすぎワロチ、椿殺したい殺したいんだ俺はと。うわーもうわかんねえなこれ。謎の読み合いからのジャンプ B で TN 白麺が死にフィニッシュ。